石橋道弘君はい、えー、立憲国民新緑風会社民共同会派、えー、立憲民主党の石橋道弘です、えー、早速質問に入らせていただきますまず最初に西村大臣にぜひお伺いしたい今日これだけ重要な事案ですなぜ安倍総理が本部長としてこの場に直接お見えになって国民の皆様にしっかりと今回の延長の理由その方向性説明にならないのかそのことについてぜひ説明願います 西村国務大臣私はの新型インフルエンザ特措法の責任者で、執行の責任者でございます。本日、議運の皆様に、私が参って説明をするということは、与野党間の合意の上というふうに承知をしているところでございます。本日はできる限り、丁寧にですねご説明、ご答弁させていただきたいというふうに考えているところでございます。 石橋道博君私たちは安倍総理がこの場でしっかりと国民の皆様に説明するべきだというふうに要請をいたしました。にもかかわらず、それが実現しなかった、はなは遺憾だと思います。その上で、今日時間が限られておりますので、大臣、4問まとめて質問をさせていただきますので、後ほど一つ一つお答えをいただきたいと思います。まず第一に、安倍総理がでは、緊急事態宣言、今回の延長を判断したのは、一体いつの時点で、 それはいかなる科学的、数学的根拠と、専門家のご助言に基づいた判断だったのでしょうか。私たちは4月30日の予算委員会で、宣言の延長方針について、安倍総理に繰り返し質問いたしました。ところが総理は、専門家の意見を聞かないと、方針を私が言える立場にないとの答弁に終始しました。ところが採決の直後に、自民党に延長方針を伝達に行って、 それがその日のうちに規定方針として全国に流されました国会啓示もはなはだしく特措法違反にも問われる行為だと思いますがまずこの経緯を明確にご説明願います第二に緊急事態宣言を5月6日までの1ヶ月で終えることができなかった理由原因は一体何だったのでしょうかそもそも宣言の発令が大幅に遅れたこと当初の指定を 7都府県にとどめてしまったこと、そして国が休業保障の支払いを拒み、初動段階で休業要請をしない方針を取ったことで、東京都の休業要請が11日までずれ込んで、対象も縮小されたことなど、感染者数や接触機会、実効再生産数などの削減不足にどう影響を与えたのか、それを含めて客観的な分析の結果をぜひ国民の皆さんに示してください。 第三に、その上で、さらに1か月近く、5月31日までの延長が、全47都道府県で必要だとする判断根拠、解除の条件は一体何なんでしょうか。特定警戒都道府県とその他の地域と対象を分けるとのことですが、接触機会の8割削減が引き続き全国で必要なのでしょうか。さららななるる延長をお願いする以上どどの指標がどうなったら宣言や 自粛が解除に向かうのか、具体的な条件を国民に示して、目標を共有すべきです。そうでなければ、すでにもう限界を感じておられる多くの事業者の皆さんや、労働者、生活者の皆さんは、明日への希望を持つことができません。ぜひ、明確な達成到達目標を示してください。最後に、初動の失敗を真摯に反省されるのであれば、この延長にあたっては、何より事業主の皆さんへの 休業保障、家賃の支払い、そして労働者や生活者の皆さんへの収入補填や家計支援の徹底、これが必要不可欠だと思います。ここでぜひ必ずやると、もうこれ以上の倒産や解雇者や雇い止めは絶対に出さないと、そのことを国民の皆さんに約束していただきたい。その上で、自治体への財政支援の増強や、PCR 検査の徹底的な実施、そのための医療機関や、 医療従事者の皆さんへの支援の強化など、必須の課題です。先の補正予算では全く不十分であり、早急な大規模な第二次補正予算の編成が必須だと思いますが、現時点での方針をぜひお示しいただきたい。以上、明確なご答弁をお願いいたします西村国務大臣、えー。ご質問にお答えしていきたいと思います。 あのまずあの4月7日に緊急事態宣言発出しましたけれども、これはあのオーバーシュート、いわゆる爆発的感染の軌道に乗る前に、 専門家の皆さんのご提言をいただいて発出をしたものでありますそして国民の皆様の努力によってこのオーバーシュートすることなく減少傾向に来ているわけであります他方例えば東京での日々の感染者の数は200人ぐらいまで行った時期がございましたけれども最近ではちょっと凸凹あります数十人だったり160人ぐらいあったりありますけれどもかなりこの減少の傾向は 全国的にもその傾向が見られるところでありますさらに実効再生産数という1人が何人移すかという数も全国で0.7まで低下をしているということでもう明らかにこの減少傾向にあるというのは間違いないというふうに思いますただそのスピードが期待をしてた以上に期待してたほどではなかったがゆえにです、ね、このまま手を緩めてしまうと特に医療の体制に今逼迫する中でかなり厳しい状況になるということで 31日ままででのの延長をお願いいすするものでございます例えば東京の医療体制もですね4000床を目標に今、頑張っておられますけれども、今、確保できているところは2000床ということもあり、ここで手を緩めると、重症の方をしっかりと治療できないことにもなりかねませんので、もう一段のお願いをしております。他方 特定の都道府県三十四都道府県におきましてはですね、これはあのかなり数が減っているところもうゼロというところも出てきております。この分析をですね、一週間後あるいは二週間後七日から始まってですね、していただきながらその状況に応じてもし拡大すれば。 警戒の方に行かななきゃいけないけもありますしかし、一定の条件を満たせばです、ね、これは解除していくということも考えられるというふうに思います。その際に、特定警戒、今の34都道府県については、状況に応じてですけれども、社会経済活動を段階的に引き上げることとしておりますので、ある意味、解除に向けてのです、ね、移行期間とも位置づけられるというふうに考えております。 それから、この期間が長引くことを含めてです、ね、事業者の皆さんには大変な思いをしております、事業をしっかり守り、雇用、生活を守っていくという思いで,です、ね、決意で全力で取り組んでいきたいと考えておりますが。 医療についてもです、ね、今回の補正予算で合計1.8兆円分、特に緊急包括支援,括支援交付金で1490億円用意をしております、PCR についても専門家の皆さんから、検査件数がまだまだ少ないと言われておりますので、保健所への支援、防護服をはじめとしてです、ね、しっかりと対応し、国民の皆さんの命をしっかり守りするよう、対応していきたいというふうに考えております。 石橋道博君全く質問にお答えいただけなかったのが残念です、とにかく要求したこと、要望したことをしっかりやっていただきたい、そのことを申し上げて質問を終わりにします。ありがとうございました